はい、改めまして、皆さん、こんにちは。私は日本賃貸住宅管理協会、あの事務局次長をしております飯島と申します。今日はよろしくお願いします。はい、えー、まずですね。私、の自己紹介をすると。私は、あの国土交あの日本賃貸住宅管理協会という財団法人に勤めておりますが。主な業務としてはですね。この管理の財団としてですね。日々、国土交通省と賃貸管理はこういうものなんだとかですね。 国土交通省から賃貸管理をこういうふうにしてくれとかいうのを日々、おそらく1週間のうち 3, 回か3日から4日ぐらいですね日々やり取りをしているものでございます。今日はですねやはりあのこの賃貸住宅管理の業界で皆様のお持ちのですね賃貸物件が行政政策でいろんなことが変わろうとしています。けれども お時間の限りがありますので今日は3つに絞って皆様に重要な部分をご説明したいなと思っております、はい、それがですね題名にもありますが賃貸住宅管理業法人の死のガイドライン、ね、あとインボイス制度、ね、インボイス制度なんていうのはう皆さん今よく聞くんじゃないかなと思っております でこれが皆様にとってどういう影響があるのかをご説明したいと思います。お手元の資料はあの資料であのこの全く同じ絵が書いてあるものを見ていただければと思いますし、画面でも同じものでございますので、えー、見やすい部分でご対応いただければと思います。はい、え、ね、はい、今日3つご説明します。順番もありますがまずあの一つ目が賃貸住宅管理業法が成立しました。で施工しました。 でこれがオーナーさんにどのような影響があるのかというのを簡単にご説明したいと思います。で二点目はですねインボイス制度ですね。いろんなこう影響が出ております。これあのいろんな業界日本にあるすべての業界に関わると思っていただいて結構なんですけれども、ではその中でこの賃貸の業界にですねどういう影響があるのかですね。ちょっとあの掘り下げで少し説明したいと思います。はいで三番目ですね人の死の告知ガイドラインですね。皆さん聞いたことありますかね。 人の死の死告知があるじゃないでこれがどういう場合に、えー、告知が必要かオーナーさんの影響があるのかですねこれ簡単に言うと皆様がお持ちの物件で、まあ、万が一ですね、えー、事故があった時こう自殺とかですねそういう時になった時に、えー、新しく入る方にどこまでご説明しないといけないのかどんな機会までご説明しないといけないのかっていうのを えー、国土交通省がさだあのガイドラインというのを出したんですね、ちょっとここら辺の内容をご説明したいと思います、はい。それでは早速ですね、賃貸自宅管理業法が及ぼすオーナー様への影響ということで、ご説明したいと思います。私、あのこの法律ができるときに、法律は国会でできるんですけれども、国会でできた後っていうのは、国土交通省というところにフィールドを移してですね、じゃあ、どういう、えー、骨だけできるんですか 骨だけできてどういう肉付けをしていくのかっていうのは国交省で決めるんですねでその国交省で肉を決めるときに私も委員の一人として参加をしてましたでいやいやこれはダメなんじゃないかいやこれはやっぱりオーナーさんのためにちゃんと管理会社やるべきなんじゃないかとかですねそういった内容をちょっと突き詰めてきたので今日その内容をご説明したいと思いますはいねこれ国交省の資料ですでこの法律を示す資料のもう一枚紙です もう実はこの法律非常にわかりやすくてやることは2つ定められたことは大きく2つだけなんですねはいこの真ん中の緑のところを見て頂ければと思いますがまず1つ目ですねサブリース業者とオーナーさんとの間の賃貸借契約ですねいわゆるこれサブリース契約とも言いますねいわゆるサブリースをする際に適正化をしましょうというものですね であのやらなくちゃいけないこと、これもたった3つだけなんです。えー、不当な勧誘をしてはいけませんよとかですね、2番目、儲かりますよ、絶対大丈夫ですよとか、そういう古代広告をしてはいけませんよということですね、あと3点目、サブリースの契約、まあ、いわゆるこれ、法律では特定賃貸借契約というんですけれども、その契約をする際に、重要事項を説明してください、重要なことはちゃんと話してくださいというものです。 で、今日はですね。どちらかというとサブリースではなくて、通常のいわゆる委託管理という管理形態が多いのかなと思いまして。そちらがそちらはですね。この2番目、この右側の方の？資料の右側の方のことになりますが、今日はあの左側のサブリースのことはちょっと割愛をさせていただきますので、これあの資料を読んでおいてください。で2番目ですね。今日、皆さんに大きく関わるところの右側が。 賃貸住宅管理業にかかる登録制度の創設ということでいわゆるです、ね、管理会社は今まで普通にやってもよかったんですけどもこれからは国に登録をしていわゆる許可制になりますと登録をして認可されたところだけができるようになりますとだから認可されていないところで管理を預けないでくださいという。 でこれ、実はです、ね、一番、括弧1ですね、賃貸実は管理業の登録というのがありますが、そこにちょっと小さく書いてあるんですね、ちょっとこのポインターで、こちらしますね、管理戸数が200個未満の場合は国に登録はいりませんよってです、ねはい、皆様が、あのー、日々お付き合いされているクラスコさん、管理戸数200個どころじゃないですね、はい、必ず登録になっています、もうすでに登録をされていますので、えー、これは、 引き続き続クラスコさんですねお預けいただいて管理をしてくださいということですね。はい、決してあの国に登録してないところに管理は絶対にあ預けないでくださいと、ね、これなぜかというとこの後出てく2番に出てきますけどもやらなくちゃいけない業務をやらなくてもいいからですね管理登録してないところはでクラスコさんはこれから出てくる業務を 国のルールのもとですね法律のもとやらなくちゃいけないということになってますので必ずオーナーさんにちゃんとやらなくちゃいけないことを提供するということになりますので、まあ、引き続きクラスコさんで業務をあの管理を預けていただければなと思います、はい、で2番ですねじゃ登録した会社さんは何をしなくちゃいけないのかですね後からちょっと掘り下げますけど簡単に言うと4つ業務管理者というまあ 資格者のような人間を、こう会社に配置してください。ね、宅建業でもありますよね。こう何人に一人宅建士というのを配置。してそんな感じで、こう賃貸の資格者を配置してくださいってことです、ね。で、この二三四、丸二丸三丸四がですね。オーナーさんに関わる部分です。管理の契約を締結するときは。内容をオーナーさんに説明してください。あ、勝手にやらないでくださいね,ね。契約書一枚とかダメですよ。ちゃんと重要事項を説明してください。ね。 3番、財産を分別管理してください。入居者から預かる家賃は自分のところの運転資金と分けてくださいですね、はい。あとは4番目が定期報告、オーナーさんに対して定期的に報告をしてください。ね、たったこれだけなんです、この法律。ですが、やってないところは全然やってないんですね。こ、はい、これからこのルールーが始まって、えー、皆さん すべての管理会社登録している管理会社が、えー、オーナーさんに対して説明をすることになりますので、えー、これが法律の内容になります、はい、じゃオーナーさんどういう影響があるのかですね一つが重要事項説明をオーナーさんに行うこと二つ目が財産の分別管理三つ目が定期報告今日ですねこの三つだけ覚えておいてください この3つだけ、この法律、覚えておいていただければ大丈夫です。オーナーさんにとって管理重設を受ける、分別管理をしにな,ってなるとで、定期報告を受ける、ね、この3つが必要になります。はい、じゃまず1つ目、ご説明します。これ、管理会社の義務ということになってますけど、オーナーさんが、要はオーナーさんがそれをう受けるです、ね、管理会社がオーナーさんに対してする義務があるんですね。重要事項説明書の書面交付と説明、ね。 管理受託契約を締結する前に書面で重要事項説明をすることが求められますあいやもう結んでるよってですね皆さんもう結んでると思いますだ関係ないよですね関係なくないんですこれこれあの変更があった場合も同じなんですねだ今オーナーさんが物件を預けてますね管理がを預けてますあもうもう重説関係ないじゃんじゃなくて これが何か変更がある場合それはオーナーさんにとってもしかしたらちゃんと聞かなくちゃいけない内容の変更かもしれないですねそれを必ず管理会社ここで言ったクラスコさんはオーナーさんに対して重要事項を説明して皆さん理解をいただいた上で契約を結ばなくちゃいけないというルールになりましたでその内容はですねこの真ん中にもありますけれども管理業務の内容であるとかえ報酬 あとは契約期間とか更新とかですね。例えばですね、この管理業務の内容、清掃の回数を変えますとかですね、それに伴って報酬が変わりますとかですね、か他の会社さんはもう勝手にやったかもしれないですね。あ、神田教授です。あ、知らなかったよです、ね。今後はこういうことが起こらないですね。必ず変わるのであれば、 オーナーさんに重要な事項を説明してご理解をいただいた後契約をしなくちゃいけないというルールになりましたはいこれちゃんとやってなかったら国に行ったらすぐその会社はアウトですはいそれぐらい厳しくこれは運用が始まりましたこれ始まったのが今年の6月からです、はい、ですのでこれからは皆さん管理の内容が変わる時は 重要事項説明をしっかり聞いていただければなと思いますこれによってですね、まあ、不明点がなくなったり、まあ、変な契約が強引に押し進められることが、まあ、世の中でもなくなる、まあ、クラスコさんはないんですけども世の中ではこうなくなっていくということなので必ず説明を聞いていただければと思いますはい2点目ですね家賃と自分ところのこれ管理会社ですね管理会社の運転資金ですね 何でもいいんですあの、従業員の方々に払う給料であるとか、社長のお給料であるとか、そういう運転資金とか、自分のところの財産と、皆様が預けている物件の入居者こ入、入っていただいている入居者からの家賃とか敷金、これを分けてください。分けてください。ね、これにによってその勝手にです、ね、こう入居者の家賃を こここうう、ううっって使っちゃうとか、ね、そういうことがなくなくります。す、は、す、い、れによよででね、ね。オーナーナさんのこう財家賃は財産ですよ、ね、入居者から入ってくる家賃ってその時点でもうオーナーさんのものですからそれをちゃんと管理会社の自分のところのお金と分けてくれって言うんですねで、まあ、物件ごと分ける必要はないんですけどもオーナーさんのいわゆる預かり家賃というものは別にしましょうということがルールで決まりました。 まあこれによってですね、まあ、オーナーさんの財産が掴まれリスクが減るんですねだけどもこれ私はぼうんですよ使う時は使うんじゃないです混ぜたって口座一緒にする時はするんだよ会社悪い会社はねでも実は私ども日本賃貸住宅管理協会これはあの財団法人ですけれども、えー、これだけではいけないというふうに、まあ、これ実は前々からもう20年ぐらい前からやってるんですけれども 保証制度といいうのを作ってます、はい、先ほど申し上げた預かり金が管理会社に入ってきてで管理会社は口座を分ける必要になったけれども使,使う時いわゆるもう火の車になったら使うでしょうっすね。そのもし火の車になって使ってしまったとしてもそんなの許されないですけどもとしてもオーナーさんの家賃を補償しますと協会が補償しますという制度が入ってます これ創業時から創設時からクラスコさんは入ってます、はい、ですので安心して管理を預けていただいて、まあ、ただでさえ法律で別々にしましょう何かあっても教会が対応しますよというものです、ね、教会だってあの何社もこう潰れてしまって使い込まれてはあの非常に困りますのでこれは厳格な決算審査というのをやってます私あのメンバーの1人で入ってます かなりお断りしてるケースもあります。協、はい、会は2,000社ぐらい会員がいますけれども結構な数をお断りして結構な数を受け入れてるんですね。ですが、まあ、クラスコさんにおいては創設時からずっとこの決算の内容を含めてですねこの預かり金保証制度の審査を通って加盟してオーナーさんを守ってますのでここは安心していただければなと思います。 ただ今日はちょっと知っていただきたいのはこれから法律で分けなくちゃいけないということが決まりました、はい、3点目ですねオーナーさんへの定期報告ということで、まあ、これ当たり前の話ですね一体家賃がいくら入ってんだ誰が滞納してんだとか修繕では何を直したんだとかですねまあ当たり前の話だと思います、まあ、少なくとも1年以内に報告をしなさいということになりました、まあ、これによってですね皆さんの 預けている管理物件が一体どういう状況になっているのかというのは、まあ、一定の期間ですけれども知ることができることになります、はいまあ、ここは皆さんもっとあの早い頻度でいろんな情報を仕入れているあの報告を受けていると思いますが法律では年に1回やらなくちゃいけないということになりました、はいはい、ですので、えー、これですね まあ登録をした管理会社がしなくちゃいけないこと、いわゆるこの法律で変わること、世のこの世の中が変わることが、オーナーさんにとっては3つあります。これ、日本全国のオーナーさん、日本全国のオーナーさんで変わること、ね、重要事項説明、変更の時ですよ、新規もそうです、変更の時は内容を必ず聞くことになりました。で、家賃は分けましょう、協、ねまあ、会としてはもうちょっと補償制度とか入ってくださいっていうことを促してますが、世の中はこう変わりました。 でオーナーさんに対して管理の状況を報告年一回しなさいよとしなかったらこれ法律違反ですね、はい、その管理会社は行政指導が出ますそれぐらい重い内容になってますはいでこれでまあ安心して安心ま,まだまだ安心は足りないかもしれないですけどもこの法律で一旦最低限の管理という質が世の中に保,保たれたということになります今まで管理っていうのは誰でも何でもやってもよかったんです この当たり前のことが法律に明記されてこれからもっともっとオーナーさんの声を聞きながらこの法律は管理業者にとってもっとやらなくちゃいけないことが増えてもっとオーナーさんに対してちゃんと責務を負うまあ土台ができたんですねことになりますま。安心して管理を任せる,ように任せることになってまあその業者は一体どこなんですかというとまあここではクラスコさんでちょっとオレンジにしてみました。 でまあ、皆さんは今日あの3つのことこの123これを覚えて帰っいいていただければと思いますなんか丸をして法律はこの3つだけ覚えておいていただければと思います,しも,す,、ね、いいいますもしクラスコさんがしてなかったら「おいちゃんとしてくれ」って言っていただければと思いますはい、ねはい、じゃあ次はインボイスの話をします、はいね、この業界もあの同じようにインボイスの 必要性が出てきました、ね、インボイスって何だっつ分かんないですね。私も全然分かんなかったです。勉強しました。ね、ちょっとまずあのこれあの消費税についてのことなんですね、はい。ちょっと消費税について勉強してみましょう,う、ね今。今、まだ始まる前ですけど、今この世の中ですね。事業者、会社さんですね。会社さんが国に,し国に支払う消費税。 会社が国に支払う消費税っていうのは、売り上げでお預かりした消費税ですね。1万円売りました、1000円あ消費税をもらいました。あ、預かりましたですね。その1000円をそのまま国に持っていくわけじゃないんですね。その売り上げの1万円のために、支払い、仕入れで何か使いますよね。何か服を売りました。ただ、服を仕入れてますよね。1万円で売った、5000円で仕入れたんですね。 それは消費税は1000円と500円だったりするわけですよ。で、その売上で預かった消費税とから仕入れで支払った消費税ですね、これを差し引く、差し引いたもの、まあ、ここで言うと1000円と500円だったりすると、その差し入れ、あごめんなさいあの、そのお互いの消費税をですね、相殺するわけですよ。ね、この相殺を実は仕入れ税額控除と言います。 でインボイスのこの仕入れ税額控除についてちょっとルールを定めたものいわゆるこの総裁についてルールを定めたもので今はこの総裁をして500円を国に納税をしている、まあ、これが基本的な制度なんですねでこの赤字の部分ですでこのインボイスが来年の10月から始まります今あの税制対抗とかでちょっと動きがありますけどちょっとそれを置いといてでこの来年の10月から始まる制度開始というのは そのの仕入れ税額控除この総,裁です、ね、総裁に関して仕入れで支払った消費税に対してインボイスというですね正しいことが書いてある請求書これをちゃんともらわないと500円の総裁ができなくなりますよというものなんですね、はい、ちょっと例を出してみました例えば課税事業者の飲食店焼き鳥屋でいいです焼き鳥屋の 売上に発生する消費税に対して焼き鳥屋食べていただけますよね、この忘年会でね。でもそのためにキリンビールとか食事、焼き鳥、ね、消費税払ってますよね。でこれ総裁するんです仕入れ税学校上総裁するだけども、えー、仕入れのために焼き鳥屋さんが払っている消費税です、ね、それってビールと焼き鳥だけでしょうかっつ、ね皆様の 物件の入った時のテナント賃料テナント賃料にも消費税払ってるんです。ね、とするとそれも相殺したいわけですよ忘年会の預かった消費税と皆様のテナントに払った消費税、ね、だからテナントで払った消費税いつも1階の店舗を使わせていただいてありがとうございますっていう賃料に対してすいません イインボイスくれますかってなるんですよあちょっと焼き鳥うあ忘年会で結構入っていただいたんで消費税払うんでインボイスくれないと相殺ができませんってなっちゃうかもしれないですね。はい、焼き鳥屋のインボイスの流れの中でえっとキリンビールと入居者あいやねや利用者だけの問題かと思いきやオーナーさんの賃料もインボイスの対象になるかもしれない。 課税事事業業者者ととと免税事業者というのをちょっと整理します、ね、課税するものと免税のものってあるんです。実は賃貸借契約って税かかってない消費税かかってないんです。皆さん、多分契約書を見ていただけると5万円の賃料だったら5万円だけですよね。テナント、いわゆる飲食店とか駐車場とかこれは消費税をお預かりしてるんですね。 預かってますね、はい、でただですね免税事業者という制度がありますいわゆるあのあ消費税を預かるんだけどそれはまあき消費税の規模が少ないのでそれはまあまあ,あの納税しなくても,いいもうそんなの国は管理できませんというものだったんですねはいこれがちょっと変わるです、ね、年間課税売上げ1000万円を超える事業者課税売上げというのは賃貸借ではなくてテナントとか駐車場 すでにもう課税事業者で多分納税してるんですよ消費税をでも納税してなかったら多分皆さん駐車場のところとか免税事業者ですねはい、はい、課税売上げは駐車場賃料と事業用テナント賃料、えー、非課税売上げは居住用賃料ですねこれこれから今までとこれからですねこれからは免税事業者もう インボイスの発行事業者にならないとインボイスというもので発行して仕入れ税額控除をこの焼き鳥屋さんができなくなってしまうねはいちょっと困っちゃう人が出てくるかもしれないですねオーナーさんの影響はどういうところがあるんですねちょっと表にしてみましたちょっと皆さん ABCD どこに対象になるのかちょっと見てみましょうね課税売上げとなる収入があるかですねいや私あの レジ物件いわゆる賃貸,者賃貸物件だけで駐車場ありませんです、ねはい、それは今日はこういう内容が変わるということだけ覚えてくださいいや右側ですね収入ありますと事務所あります駐車場月決め駐車場をやってますとかですねで皆さん月決め駐車場とか店舗をやってたりすると課税事業者ですか免税事業者ですかちょっと考えてみてください、はい、免税事業者の方と課税事業者の方 課税事業者の方はもう納税してるんでそのままインボイス登録がをやってくださいこれはあの必要となります、はい、じゃあ2番 B と C の方ですね賃借人は課税事業者かどうかですねこれ実は借りていただいてる人月決め駐車場とかさっきの焼き鳥屋さんが課税事業者か免税事業者かいわゆる、まあ、ちょっと面倒くさいんで個人か法人かねちょっと考えてみますかどんな人に貸してますか 月決め駐車場、個人ですか会社員に貸してますかこれ、いらないんです。会社員とか消費税とか関わらないから関係ないですね、今まで通りり、ね。貸している人が法人ですかね、はい、対策を考える必要があるかもしれないですね。C の人、はい、ちょっとこれから見ていただければと思います。はい、これさっききのの焼鳥屋を図にしたものですね、はい さっきの焼き鳥屋が真ん中だとして居酒屋になってますけど焼き鳥屋ですねで左側が皆さん右側がお酒飲む人、ね、インボイスを発行することができるオーナーさんと発行できることができすることができない要は課税事業者にならない赤いオーナーさんですねはいそうすると納税額は実はこれですね 5万円という消費税を誰が払うかっていう、ね、もので賃借人はあ居酒屋さんはインボイスがあるとちょっと相殺できて、まあ、ちょっとこれ4万とか1万とか書いてますけどいわゆる控除ができる仕入れ税額控除ができるので真ん中のところ B-A というところは4万円でよかったんですけどもオーナーさんからインボイスもらえないと5万円払うんですよいやいやちょっと困ったなと。 ちょっと困ったな1万円利益減っちゃうなってなっちゃうんですねだから1万円は誰が払ってるのかというとオーナーさんが払ってくれる、ね、だ国はどっちかが払ってくださいっていことなんですよ、ね、だから焼き鳥屋さんがどう思うかってことをちょっと考えていただいて、えー、考えてちょっと影響を見ていただければと思いますはい一番下ですね 制度開始後はインボイスがなければ仕入れ税額控除ができない、ね、だったら値下げいや賃料下げてくれませんとかいやいやここの物件はインボイスねえのかですね。まあ、なかなか焼き鳥屋さんが次の店舗に行くかどうかわからないですけども,もうコロナでいいやちょっともうやめたとかいうことになるかもしれないです、ねはい、もうオーナーナさんはですね。 さっきの C の方ですね C の方ですね課税事業者となってインボイスに登録をするかしないかですね緑か青かですねはい緑だと現在の取引先いわゆる賃借人ですね法人の賃借人とは問題なく継続できるんですけれども自らが課税事業者になるわけですからインボイスのさっきの1万円を自分が納税しないといけないですね。 じゃあ,、まあ今のままでいいよです、ね、C の方、今のままでいいよってなると取引先からちょっと値、ね、下げしてくれませんかとかですね、まあ、もしかしたら不満があったりしたらどうしようですね、もう出てくわって言われちゃったらすごく嫌だなとでこれです、ね。あなたはこうしなさいっていうルールないんですよ、明確な答えはないんですあの皆様の懐事情と競争具合借りている人の あのなんかこう属性とかによっても全然変わってくるのでもう答えは一つです良、まあ、きパートナーである管理会社に相談をしましょう、ね、なんでかというと焼き鳥屋さん誰に相談しますオーナーさんに相談しますかねこれクラスコさんに相談しますよで皆さん誰に相談しますクラスコさんに相談しましょうとでより良い形 一番ベストなパターンを一緒に話し合った方がいいかなと思います、はい、時系列ですね最後時系列になります今ですねこの赤い点ですね、はい、令和4年度この3月末までに皆さんは決断をするまあまあごめんなさいちょっと法律があごめんなさいちょっと緩和措置があって少し延長はされましたが まあ早期にどうしようかうねをちょっと相談というかまあ自分なりにちょっと考えていただいて10月1日来年の10月もう1年切りましたねには制度が始まりますで緩和措置があるんで仕入れ税額控除が80%できます50%できますありますけどまあ,まあいずれはゼロになりますんで80%控除できても20%はできないわけだから賃借人がちょっと と何とかしてくれないかなとか思っちゃったりするかもしれないんで、えー、まあ相談をしてみましょうということになりますで答えはオーナーさんごとに違う物件ごと契約ごとに違うかなと思うんでよく、えー、どういう人が借りてるのかとかいうのを考えて検討してみてくださいということになりますじゃ、はい、時間の限りがあるので最後に最後のテーマに行きます人の死の 告知ガイドラインについてご説明します。これですね、簡単なんですけど、ちょっと複雑だったりするんで、資料の枚数少ないんですけども、あの皆さんにはちゃんと聞いていただいた方がいいかなと思ってます。あの先ほど申し上げました、ちょっとさっきのインボイスはちょっと店舗とか駐車場になっちゃいましたけど、今度、住宅に戻してください。 皆様の物件の賃貸住宅のお部屋の中、借りている人をちょっと想像しながらやってください。聞いてください。実はですね、これ、ガイドラインなんですね。人の死の告知、いわゆる人の死があったときを次の入居者に告知するガイドラインですね。さっき賃貸住宅管理業法の話でし聞た、あれは法律、守らないとお縄です。これはガイドラインなんですね。ガイドラインというのは法律ではありません。なんだよじゃあ。 聞かかななくていいいじゃないかですね実はガイドラインというのはですね裁判になったり争いごとになった時は法律ではないんですけども裁判所はそのガイドラインに従って判断を下しますですので、まあ、こういうのは大体トラブルになったりするケースもありますそうするとやっぱりガイドラインというのは事実上の法律に近いんですね今そう思ってちょっと聞いていただければと思います実はお部屋の中で 事故があって人が死んだときに、えー、ごせ次の方にご説明するす,するかしないかっていうのは明確なルールなかったんです。どっかの地域ではお前2年でいいんでしょっって2年経ったよもう物は風化したっていやいやうちはもう入居者が入れ替わったんですね。え1か月住んでもうすぐい退去したから2か月目に住む人はいいのとかですね。 いやもう10年住んででとかですねいやしかもこんなのは説明しなくていいんだといろんなルールがみんな,なんか地方別とか会社別にルールがいろいろあったです、ねはい。昨年の令和3年10月8日に国交省がガイドラインというのを定めましたで先ほど申し上げましたこれは一定の法律に近いぐらいの業界ルールとしてもう浸透し始めています。はい 似てるのがでですすねね現状回復ガイイドラインです、ね、これもう裁判所に持ち,持ち寄られたらもうこのガイドライン通りにパパッと終わらせられちゃうようなものなのでこれ民法の中に考え方も組み込まれまれした実情のこの人の死のガイドラインもいずれ法律に組み込まれるかなと思ってますはいじゃあどういうケースは説明してどういうケースを説明しなくていいのか もうねこれ紙一枚こここれれれだだけけななんんでですす私管理会社に行くとですねこれ私がまとめた資料なんですけどこれを切り取って机の中,のか中に入れといた方がいいんじゃないかってぐらいもうこれだけなんですあんまりこれ見られるのもあれなんですけどもこれをまあ手帳とかに入れて理解すればいいだけなんですはいちょっと見ていきましょうはいお亡くなりになりました次の方に 告知をする必要があるものとないものまずないものいきましょうお部屋の中で病死されましたですね老衰病死これはいりませんあ、あの体調が悪くなって病院に行かれてお亡くなりになったケースはこれ病死ではありませんお部屋の中でお亡くなりになったケースですねはい。あとは日常生活の不良の事故死まあこの冬だとお餅をつまらせるとかですね あとは、えー、滑って滑って転びましたんですねそれってお部屋の問題じゃないんですね、えーまあ、不慮の事故で起こったものということで、えー、ガイドライン上では説明する義務がありませんあとは隣接住戸201だったら202で起きたことあとは通常使用しない共用部で起きた事故起きた自殺殺人とかですね通常使用しない共用部 後でちょっと掘り下げます。ちょっとなんか皆さん想像しておいてくださいね。自分の部屋の物件で、うん？通常使用しない供養部って何なんだね。はい。で、今度は告知義務があるものですね。はい。自殺、他殺、火災。まあまあ火災はちょっとあのレアケースなちょっと置いといて、自殺、他殺、自殺と他殺ですね。はい。だと二番目。さっきあの秒紙とかロースいらないと言いました。 ね、ただ、まあ、今は冬場なのであれですけど夏場とかですねあのお一人で住まわれている方とか長くその場に放置されてしまうケースありますね、まあ、そういった場合であの次の方に特殊清掃をしないといけないケースがありますそういう場合は、まあ、必要ですよね、まあ、何となく考えていただければと思いますまあそれは知,っておい知,らせた知らせなくちゃいけないという世の中の考えです で賃貸取引、まあ、皆さんあの賃貸物件だと思いますのでこれもそのまま自らだと思って聞いていただければと思うんですが1、2、自殺,多殺、他殺自然史の特殊清掃のケースでは3年間告知します三3年は伝えなさい4年目はよくなっ四4年目は説明しなくてよくなっガイドライン上は。ね あと3番目、借主から問われた場合、ね。あとは社会的に大きな事件があった場合は、まあ、あのなんて言うんですかねこれはニュースで取り上げられたとか有名人がお亡くなりになられたとかそういうケースは説明をするケースは、まあケースバイケースでそこは説明してくださいというガイドラインになっています。はいじゃあちょっと 通常使用しない共用部だけはちょっとよくわかんないんで掘り下げてみます,す、ね、2階建てアパートの201号室の廊下で自殺がありましたですね、はい、廊下ですよ、うん、廊下で自殺あまりないのかもしれないですけどまあそういう事故があったというふうにちょっと考えていただきます。このののの部屋の前の廊下 201の横に下に降りる階段がありますので202と203の人って普段使いますよねこれだって通りますよ毎日ここ通っててここでってなるとそれは通常使用しますよねはい告知をしましょうってことですね一方ここ201です201の廊下ですねここの下に101のとか102の人いますよね101の人と102の人の廊下これ1回ですねでここで起きてます ここ使わないですすよね普通に出てきますここは告知しないでいいでしょう,っつう、ねはい。こういう考えですね。として考えると、ですねもうちょっと考えますよ。エントランス、どうですかねあの郵便受けのとこ郵便受けの前で、うーまあまあ、ちょっとこう事故が起きたんですね。されちゃったんですね。ここ全員使いますよね。これは通常使用しますよね。ですね屋上ってどうですかねああ、もう。屋上って違います。あのえっと、あれですね。 管理会社がこう防水をチェックするときにもうなんかマンホールで開けたりとか鍵開けてガーンと行くようなめったに使わないとてことですね。そこは不要ですね。だってそこ通常使用してたらちょっとあれですよね、なかなかあのまあ使用してるケースもあるかもしれないですけどなかなか通常は使用しないですね。案件ごとに整理して201のお部屋20、202のお部屋、203のお部屋を 客付けする時はは宅建業者は説明をしなくちゃいけないいわゆるお客様自身がどこの物件は説明しなくちゃいけなくてどこ,の部どこの部屋は説明しなくていいかを万が一問題が起こった時にも理解できるように、えー、もっとあの知識として持っておいていただければなと思いますこんなことはなかなかない方がいいんですけども理解をしておいていただければなと思いますはいで私ですねこれを決める検討委員会に参加してました でも僕、これはですね全然まだ整理ができてないと思ってるんです。これ全然延長線です。私、行くともうちょっと整理しましょうよって言いたいことが何個かあって、ですね、えー、ちょっと皆様にケース1、ケース2、ケース3、ちょっと考えてみてください。はいお亡くなりになった場所ばっかりましたですね。あ当然、部屋はそうですよ。部屋は全部、専用部はそうですけども。はいケース1、ベランダから飛び降りました。ねえー、着地はまあちょっと 敷地の外に落ちてしまってお亡くなりになってしまいましたですね。これ説明がいると思いますはい皆さんちょっと頭の中で考えてくださいはいはい答えはずるいんですけどもガイドライン上ではいらないですだってこれ着地した場所が外じゃないですか飛び降りた時はまだ生きてるんです、ね、死に関するものだからいらないんです だけども、だけどもですよ、隣の人言いますよね、問いより自殺あったよって。だからやっぱり、宅建業者判断して、ガイドライン上ではいらないけど、説明した方がいいですね。だったらこれ、ちゃんと明記してよって、私、国交省には言ってます。はい、あ明記してっていうか、もうちょっと整理し,たしてもいいんじゃないのって、要は、その場所じゃないところで嫌がることが起こるこかもしれないですね。空中とかかもししれないしだから 飛び降りるケースは結構あるので整理してくださいということを考えていますはい2点目ですね3年と言いました私3年経ちましたですねで事故物件検索サイトに載っていましたですね入あ 5, 5年経ちました5年にしましょう5年になって、えー、入居者からクラスコさんの店舗で「あれここって何か,か載ってたんですけどもありますか?」って。 な,なんかそういういケースあったんですかって聞かれました5年経ってますよどうですかねはい答えはですねちょっと戻りますねはい右側の ③「丸三。仮主から問われた場合は期間が関係ないんです,です、ね、ということはですね何年経ってもなんかサイトに載っちゃったらずっと説明し続けないといけないのかっね 説明し続けなきゃいけないというか聞かれたら答えないといけないのかですねはいその通りなんです、はい、だからやっぱりなんかそのサイトにはちゃんとまあありますよね大島なんとかとかサイトあるんですよあ別にそれはいいんですけどそこにはやっぱちゃんとした情報を載せていただかないと嘘情報が載ってたりすると嘘のことを毎回聞かれたりしたら大変ですよこれね三3年だけじゃ済まないですよね10年20年言い続けないといけないですね だからそこをちゃんとなんか間違った情報だって証明できるんだったらすぐ消してよとかいうのは思いますしそういうのも整理して入居者の動きなんかも整理してガイドラインこれから変えていただけたらどうかなっていうふうには伝えてますしすごく思っているところで皆様もそうじゃないかなと思っておりますはいだからまあこれは個別で必要なものだけちゃんと説明していけばいいかなというふうに思っておりますはい3番目ですね えー、201のさっき共用部のところでお亡くなりになったらちょっと説明しましょう202と203の人にですねでも201の中で起きたんです202の人は必要なのかどうかですねはいこれ最後になります、はい、この告知義務なしの三ね隣接住戸はいらないですよとなりました、はい、とすると隣の部屋で「 起きたことはいいらなでですね中,中で隣の部屋で起きたことはいらないんですねそこは壁を伝わらないということを整理されましたなんか廊下に出たら必要なんだけど廊下に出なかったら必要じゃないってちょっとなんかどうかなと思いますが、まあ、この202の人にとってはここだけを通るのでっていう整理になりました、はい、まだまだねちょっとあの整理できてないところもありますただあくまでででガイイドラインですので ケケーーススバイケースがあると思います、まあこういう必要性があった時にはぜひ管理会社に相談していただければと思いますはい今日3つお話しました賃貸住宅管理業法では皆さん3つのことをオーナーさん管理会社からオーナーさんに対して説明されますこの3つのことを覚えておいてくださいインボイスは物件に入っている 人ですね消費税のかかる取引で物件に入っている人をちょっと思い浮かびながら自分はどう対応すべきなのかってことを今後クラスコさんに相談してくださいですね。で3番目、えー、人の死の告知もし万が一何かあった時にはこういうふうな説明の取捨選択が起きるんだよってことだけちょっと覚えておいていただければと思います。はい、これからもあの日本賃貸住宅管理,業協,会管理協会はですね あのクラスコさんを通じて皆様の声を聞いてそれを国に届けてより良いこう賃貸経営の手助けをできるような、まあ、間接的にはなってしまいますけれどもお手伝いをしたいと思いますのでいろいろとこれからもですねご指導等をですねいただければと思います。えー、以上で私の説明は終了ししたたいいいとと思まますごご清聴ありがとうございました